こんにちは、ヤマです。そろそろ年明けですね。なので皆さん、髪の毛を整えるタイミングって結構多いんじゃないかなと思います。肩が多いじゃないかなと思います。で、自分も髪の毛のイメージを変えてみました。はい、と言ってもこれ、セルフカラーでやったので、これが結構思うよりうまくいったので、どんな感じで染めるかっていうのをお話ししていきたいかと思います。はい、で、今回はですね、ちょっとかっこいいおじさんっていうのをイメージしてやってみました。この前髪下ろすとちょっと緑く見えるぐらいな感じになってます。はい、こういう感じでこうやって動かすとね、動きが出るんですよ、ここの緑色のところがね。はい、こんな感じになってます。で、自分結構前髪というか髪の毛長くて結ぶこともできるんですけど、結んだ場合こんな感じになります。結んでも結構かっこいいんですよ、こんな感じ。ちょっとピョンってなっちゃったけど、うん、かっこいいでしょ。ここにラインができる感じで、はい、ちょっとイケオジな感じになりました。まあよくアニメとかで強そうなおじさんみたいな感じをイメージしたんですけど、これをですね、まあやり方が結構簡単で、すごいなんかデザイン性の高い感じになったので、まあ、特に派手髪の方で次の髪何しようかなって悩んでる人だったら、まあ市販の黒染め、自分が買ったの500円ぐらいだったので、500円ぐらいでこういうことができるので、ぜひやってみてください。では早速お話ししていきます。はい、で、今回ですね、まあ簡単っていうぐらいだけあって本当に簡単です。ちょっと説明が分かりづらかったら申し訳ないんですけども、ここの自分の場合、ここの黒目の端っこからこうラウンド状に前髪を取って、ここだけを外して黒染めをしました。はい、ただこれだけです。ただまあこれでね、終わるとここが黒く染まる可能性があるので、自分も若干ちょっと黒く染まっちゃったんですけど、これをできるだけ黒く染めないように、ここをネジネジして、で、ここをまあラップで巻いてってやるとより染まんなくなります。ただちょっとシャンプーの時に、まあ、黒くなるのかなと思います。多少自分もそれでやったんですけど、ちょっと黒くなっちゃいました。はい、なんでここネジネジして外して、ここだけ黒染めやってみてください。ただここポイントがありまして、自分のこの髪の毛若干緑が残ってるんですよ。わかりますかね、ちょいちょいこう黒の間に緑が混じってる感じを出したかったのでやってるんですけど、これはあえてやってて、これをやりたい方っていう人は、まあ、ここ外してネジネジしたじゃないですか。じゃあ他のところは手でやってください。手でこうやって揉み込む感じで、こう例えばクリームがあってこうやって絞り出すとするじゃないですか。したら、ここにコームみたいな、こんなついてる溶かすやつがついてるやつがあると思うんですよ。こうやって染めていくタイプ、それだと確かに綺麗に染まるんですよ。なんで綺麗に染めたい人はそれを使ってもいいけど、ちょっとあえてのムラを作りたい人っていうのは手に出して、でクリームをこうやって塗り広げて、こうやって自分でこうやって揉み込んでいってください。はい、したらなんか根元とか若干緑なの分かるかもしれないんですけど、こういう感じでその前の髪の原型をちょっと残しつつ楽しめるんじゃないかなと思います。はい、ということになりますね。ただそのまあ髪の毛傷むので、そこだけはちょっと、自分のケアだったりとか、あと自分の髪の毛の状況、本当にもうビヨーンって伸びたりとか、あと普段切れ毛がない人におすすめします。はい、という感じになります。はい、ちょっとちょっと伝わってるかわかんないんですけども、まあ新年前、年明け前に髪の毛染めるときに参考になればいいかなと思います。はい、ということで、今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。伝わってなかった場合っていうのも結構あると思うので、コメントで教えてください。はい、ということでバイバーイ。